両側には武家屋敷が並んでいた倉町の辻から西へ数えて一丁ばかりの間はその屋敷が両側とも裏向きなので道は土塀と土塀に挟まれるが北側の中ほどにある一棟の屋敷だけ土塀ではなく黒い笠木塀を回してありその一宮に木戸がついていたその道は昼のうちもほとんど人通りはない 夜はもちろん月でもない限り真っ暗であるがしばしば人が辺りをはばかるように忍んできてその笠木塀の屋敷の裏木戸を開ける木戸には鍵がかかっていない三を引けばことっと軽い音がするだけですぐに内側へ開くのであった男も来るし女も老人も来るみんな足音を盗むように来て その軌道を開け、庭へ入って、しばらく何かしていて、やがて出てくると、静かに軌道を締め、来た時と同じように、足音を忍んで去って行くのであった。お松は立ち止まって、後ろへ振り返った。10月初めの夜、もう10時を過ぎた時刻で、 細い上弦の月が中空にあり初冬にしてはやや暖かい風が吹いていたそこは倉町の辻から裏通りへと曲がったところで辺りに人影はなかったお松は歩き出した彼女は桶町の巴屋という料理茶屋の通い女中で今店からの帰りにそこへ回ってきたのであった。 土べに沿って班長ばかり行った時お松はまた立ち止まり振り返って「どなた?」と後ろの暗がりへ呼びかけた「どなた?」とお松は言った「どうして後をつけたりするんですか?」すると暗がりから一人ふらふらと出てきたものがあった着流しに草履で腰の刀がずり落ちそうに下がっている「勘のいいやつだ。 と男がが近寄りながら言った。「つけているのはよく分かったな。藤井さんね?」とお松は言った。何の用があるんですかそれはこっちで聞きたいことだ。お前こそこんなところへ何の用があってきたんだ。あなたの知ったことじゃありません。検討はつくさ。と藤井重四郎は言った。お前は金に困っている。 そこで誰かの家へその金を作りに行く、というわけだろ。それがどうしたんです。あなたには関係のないことだわ。相手は誰だ、と十四郎は言った。店では男嫌いと堅いので評判だが、やっぱり男があったんだな。誰だ。川本か。あなたらしい邪水ね。本当に藤井さんらしいわ。いけすかない方よあなたは、とお松は言った。 おっしゃるる通り、あたしはおお金に困っってるわ。母さんは長患いで寝たっきりだしヤクザな弟はいるしいろんなとこに借りはたまっているしでも私そのために身を売るほど落ちぶれやしませんよそうムキになるなと重四郎は笑ったお前が身を売ったなんて言いやしないこんな夜中に忍んでいって金をもらう相手は誰だと聞いているだけだ それが藤井さんに何かか。関係ででもあるんですか「お前は俺に金の無心をしたことがあるはずだ。あなたは貸してやろうとおっしゃったわ。でもお金は貸してくれもしないで嫌らしいことをなさろうとしただけよ。俺は三男坊だからないつも懐に金がうなっているというわけにはいかないさ。しかしそのつもりになれば五両や十両区内の金は作ってやるよ。これからだってさ。と十四郎は言った。 ただし金を払ったら品物を受け取るのが世の中の決まりだからだ。ご重役のご子息らしいお言葉ですね。世間は甘くないということだ。人間も甘く見ないでください。とお松はやり返した。私はバカかもしれないけれど、あなたのことはもうすっかり知ってるんですから。何を知ってるって大抵のことは聞きました。家とおっしゃるなら、 言ってもよ「うございますよそ <laughs> っぱちさ <laughs> 世間の噂なんてでたらめなもんだ」と重四郎は言った「お前そんな世間の噂なんかを信用しているのかどっちでもありません私には縁のないことですからね」とお松は言った「どうぞお願いします」「もう私の後をつけ回したりしないでください私はたとえ殺されたってあなたの自由になんかなりはしませんから」 「そろそろ行ったらどうだ」と重四郎が言った「向こうでも来るのを待っているんだろつけないでくださいってお願いしているでしょ俺に相手を知られたくないんだな勝手になさるがいいわ」とお松は歩き出した「私だって相手の方を存じ上げてはいないんですからね」「ご身分に恥じなかったらつけてきてごらんなさるがいいでしょお前が相手を知らないって お松は黙って歩いた重四郎は不決断な口ぶりで「俺をごまかそうというのか」とか「もう一度相談しよう」など言いながら後ろからついていった「おいそこは高林だぞ」と重志郎はお松が立ち止まるのを見ていった「そこは高林喜兵の家だぞ」。お松は黙って、 笠木屋の端を手で探り三を見つけて右へ引いた重四郎が近寄ってきてお松の肩を押さえ「相手は騎兵か」と囁いたお松は返事をしないで肩の手を振り離し軌道をそっと内側へ押した軌道が開くと向こうに高窓が見え障子にぼっと桃花が映っていた お松は木戸から中へ入った。重四郎は後ろから首だけ入れて覗いたお松はすぐ右手の塀の内側にある箱のところへ行きその蓋を開けた箱は縦五寸に横一尺ばかりの大きさで前面の板が蝶ょういで前へ開くようになっているお松は蓋を開けそれから箱の中を手で探った。 ここだったのか、と十四郎が低く喉声でささやいたするとあの噂は本当だったんだな箱の中で小さな物音がしたそして何かをつかみ出し窓からさしてくるほのかな光で手のひらの中にあるものを数えたそこには小粒銀と何両がいくつかあり門船もあった驚いたなあ。 本当だったのかと重志郎がつぶやいた「俺は根もない噂だと思ったしこのせちがい世の中にそんなバカなことがあるはずはないと思っていたそれがなんと」と重志郎は頭を振り肩をすくめた「それがどうやら本当らしいえに高林騎兵の仕事とは驚きだ」と重志郎は言った。 お松は手のひらの上からいくらかを数えて握り残ったのを箱に戻して蓋を閉めようとしたすると重四郎がすばしこく寄ってきお松の手を押さえて「待て」と言った「ちょっと待てついでに俺も借りていこう手を離してください」とお松が言った「そんな冗談をなさるものじゃありませんわ困ってるものなら誰でも借りていいんだろ俺の聞いた噂ではそういうことだったぜ」 冗談は「よしてください」とお松は言った「これはその日の食にも困るような貧乏人だけが貸していただけるお宝ですよ茶屋酒や博打に使うお金とは違うんですからそれは高林騎兵の決めることだ大きな声を出しますよ「聞きたいねさぞいい声だろ」う。お松は突然「誰か来てください」と高い声で叫んだ重四郎はびっくりして「おいよせ」と手を振りながら「 ほとんど横っ飛びびに木戸の外へ飛び出した。向こうの窓の障子が開き一人の侍が立ち上がってこちらを覗いた「誰だ?」とその侍が言った「どうしたんだ?」「お金を拝借にあがったものです」とお松が言った「お騒がせ申してすみませんありがとうございました」。お松は低くお辞儀をした。 窓の侍は黙って立っていた藤井重四郎はかしこまって袴の膝に両手を突っ張りすくめた肩の間に頭を垂れていた康介というのは四十絡みの体の小さな実直そうな男であるが今は重四郎に対する不信のために容赦のない目つきをしていた。 彼は浜田屋の手代で浜田屋は藩の御用達だから高林喜兵も彼とは面識があった喜兵衛は南度型頭取りで今軍隊取締りを兼務しているが死んだ父は長いこと勘定奉行を務めたので康介とは父の代の時の方が近しかった人の名が出るから詳しいことは話せないけれど 十四郎が頭を垂れたまま言った主食に使ったわけじゃないんだどうしてもそれだけ必要だったし期限までには返せるはずだったんだ光介が咳をした十四郎は言葉を切り横目で素早く光介を見てそれからまた期限までには返せるはずだった本当なんだと続けた貴兵は穏やかな目つきでうなずきうなずき聞いていた それは話を理解するというよりも聞くことによって相手を慰めているというふうに見えただからもう一月待ってくれと頼んだんだがダメだと言うんだと重四郎は言ったすぐに返済しなければ屋敷へ来て話して兄から返してもらうと言うんだ話しますともと康介が言った私はもう信用しませんあなたには何度騙されたか知れないんですから 騎兵は手を挙げて大きな声を出さないでくれと言った失礼ですがあなたは藤井さんという人をご存じないんですと康介が言ったこの人は大きな声ぐらいに驚くような人ではございませんそうかもしれないがと騎兵はふすまの方を見たうちの者に聞こえるといけないからね頼むよそれで と十四郎は続けてうちへ来て話されれば前にもしくじりをやっているし兄はあの通りの性分だから今度は放逐されるに決まっているんだ康介はまた咳をしたそちらはと喜兵衛は康介を見たどうしても待てないんですねはいと康介はうなずいた高林様が保証してくださるなら 二日や三日は何とかいたしますがそれ以上お待ち申すことはできません喜兵衛は立って今いへい行きまもなく戻ってきて紙に載せた金を康介の前に置いた重四郎はうなだれたままだったがその顔には安堵の色が現れ唇には微笑さえ浮かんだ「ここに半分だけある」と喜兵衛は康介に言った。 あとは明日かことによると明後日になるかもしれないが私が店の方へ届けることにしますいや店は困りますと康介は首を振ったこれは店には内密で御用立てしたのですから店ではお屋敷からのお断りで重四郎様には一銭もお貸ししないことになっているのですあんまり哀れそうな話を伺ったので私はつい騙されてしまったのですがまあまあ と紀平が遮った「金が返れば騙されたということはないだろうから。ではどこへ届けようか?」。康介は「私が来ると答えた」。喜兵衛はこちらから届けると言い康介は「それでは私の住まいへ来ていただきたい」と言った。「自分は店へ通っているので住まいは川端町二丁目の裏である」と 介はその道順を詳しく述べ来てくれるなら早朝か夜がいいと言った彼は金を数えて包み懐から大きな古びた革財布を出して金包みをその中へしまったその財布には紐がついていてその紐はまた彼の首にかけてあった <laughs> こう申すと失礼ではございますがと康介は言った。 金が返っても騙されたことには変わりはございません。重四郎様は私をおだましなすったのです。話を聞いて私はもらえなきをいたしましたが、調べてみるとまるで根も葉もない口から出まかせの嘘でございました。バカなことを言うなと重四郎が怒鳴った。貴様はそんなことを言って、貴様自身はどうだ貴様は店の金で利を稼いでるじゃないか。知ってるぞ。もういい。と騎兵が静止した。 何ですっってとが開き直った。私が店の金でどうしたんですってもういいよしてくれと喜兵衛が手を振った十三もよしてくださいかよに聞こえると余計な心配をさせるだけですから康介は怒りの眼で十四郎を睨みやがて喜兵衛に挨拶をして去ったあいつは悪人ですよと十四郎は 去っていったコウスケの方へ顎をしゃくった私に貸したのも欲徳ずくです金は店の金でちゃんと利息を取るんですそういう話はよしましょう本当です他にも貸しているし利息は自分の懐を入れることも分かってるんですその話はよしましょうとキヘイは穏やかに言ったそれよりも浅沼との縁組の話はどうしました 気乗りがしないんだ」と重志郎は気取った口ぶりで言った「娘が年を取りすぎてるし一度会ったんだけれど器量もよくないもんでね私は気乗りがしないんですよ」喜兵は悲しげに微笑しまあよく考えることですねと言ったその翌日 騎兵は隣屋敷の二牛久之助を訪ねた二牛は住職の家柄で久之助は寄り合い肝入りを務めている騎兵より二つ年上の三十二歳であるが少年時代から互いに誰よりも親しく付き合っていたいいとも、と騎兵の話を聞いて久之助は快くうなずいたこのところ多忙で見舞いに行かなかったが 松さんの具合はどうだ。「ああもういいらしい」と喜兵衛は乳和に目でうなずいた「自分では置きたがっているが佳代があの通り神経質なんでね」「久之助はうなずいて立っていった」「彼はすぐに紙に包んだものを持って戻りでは」と言って喜兵衛に渡そうとしてふと 疑わしげな目をしたちょっと聞くが藤井の三男に貸すんじゃないだろうね喜兵衛はまぶしそうな目をしたやっぱり重四郎かそれは聞かないでもらいたいんだ重四郎なら俺は嫌だだってと喜兵衛は悲しげに言ったこれは二牛には関係のないことだから嫌だ 十四郎なら俺は断る。紀平は穏やかに久之助を見た「その金は私が借りるんだよ」と喜兵がゆっくり言った「どう使うかは私の自由だと思うんだが物には限度がある」と久之助が言った。 これまでにも高林は行くたびも彼のために手を焼いている5歳女の兄だからある程度までは仕方がないとしてもこれでは再現がないしかえって当人のためにもならないもう放っておく方がいいよ放っておくわけにはいかないんだ現に彼の兄弟がさじを投げているじゃないかと久之助は言った彼のやることはたちが悪い侍らしからぬ噂がいろいろ耳に入る もう寄せつけない方がいいな。いいいがさもないとどんな迷惑を被るかわからないぞしかし私が放っておけば彼はよくなるだろうか彼には三郎兵衛という長兄もいるし岡島へ婿に行った時兄もいる父は亡くなったが母親だってまだ健在なはずだそれが皆さじを投げているって今言ったばかりじゃないかと喜兵衛は微笑した しかも家中ではもう付き合うものもないようだし、この上私までが寄せつけないとしたら、彼はどうなるか想像はつくと思う。木が腐り出したら根から切るがいいさ。彼は木じゃない。人間だよ。だからなお始末が悪い。と久之助は眉をしかめた。木なら旗に迷惑は及ぼさないが、腐った人間は周りのものまでも毒する。 藤井十四郎は人間だし他の人間と同じように悩みも悲しみも苦しみもあるあると私は思ういろいろな失敗や不始末をするがその度に苦しんだり悩んだりするだろう私は幸いにしてまだ彼のように不始末や失敗をしないで済んでいるがそれでも彼の傷の痛みやどんな気持ちでいるかということは推察ができるよ 輔は「ふ、は、ぅ、あ」とため息をつき片手で膝を力なく打ったいかにもやりきれないもうたくさんだとでも言いたげな身振りであったいつも思うんだがと久之助は言った高林のそういう考え方は人を力づけるよりも生クくらにする危険が多い。 ことに彼のよううな男はそうだ。同情やいたわりや尻拭いをしてくれる者がいる間は決して彼の行情は治らないしますます深みに落ち込むだけだ喜兵衛はうなずいて「そうかもしれない」と口の中で言った「確かにそうかもしれないと思う」彼はそうつぶやいて久之助を見た。 だがどうしてだろうと喜兵は悲しげにまるで訴えるように言った彼には今同情やいたわりや助力が必要なんだ抜き差しならぬほど必要なんだしかもそうすることが逆に彼の堕落を助けるかもしれないということはなぜだろう任由どうしてだろう それは十四,郎自身の問題だ十四郎がそういう人間だというだけのことだ「わからない私にはそれだけだとは思えない」と喜兵衛は頭を垂れた人が不幸になってゆくということは単にその人間の問題だけではなく環境や才能や巡り合わせなどいろいろな条件の不調和ということもある彼は傷ついた人間だし 私は幸いいいい。にしてて傷ついてはいない私はな私自分が無傷でいて傷ついた人間を突き放すことはできないそれは私にはできないことだ。久之助は紙包みを渡しながら「分かったその話はもうよそう」と言ったそれからふと騎兵を見て「時に」と何か言いかけたがすぐに首を振り「いや 何でもないと咳をしながら言いかけたことを打ち消した喜兵は包みをしまって役目の要件についてしばらく話しまもなく逃げ受けを自去した日が暮れてから喜兵は川端町まで行ってきたすると妻が待っていて松之助がまた発熱したと告げた「今 元様が帰ったところです」と佳代は言った「これから薬を取りにやるのですけれど」そして夫の顔を見た喜兵衛は「どうした?」という目つきで妻を見返した「お役霊が溜まっているんです」と佳代は言った「もう美月も溜まっているんですからお金を持たせなければ薬を取りにはやれませんわ」 しかし」と喜兵衛はいぶかしそうに言った「まだ薬令ぐらいはあるはずじゃないか」「あればこんなことは申し上げません」「妻の言い方があまりきついので喜兵衛はちょっと答えに詰まり黙って我が子の寝ている部屋へ行った」「松之助は眠っていて部屋の空気は熱の高い病児に特有の物の吸据えるような匂いがこもっていた」 子供は5歳になるが、生まれつき弱く、ちょっと風邪をひいても半月くらいは治らないという風で今年は夏に寝冷えをして以来下痢と発熱がしつこく続き9月の中旬からほとんど寝たきりという状態であった子供はもう少し自由にさせておく方がいいこちらでは神経質に構いすぎる範囲の村田剣道は度々そう忠告した。 妻の佳代はそれが気に入らず町医者の氏家長元を頼むようになった長元は60に近く小児科では良い評判をとっていたが薬例の高いことでも知られていた喜兵衛はそっと子供の枕元に座り暗くしてあるあんの光でその寝顔を覗いた松之助は妻に似た神経質な顔立ちで眉が際立って濃く鼻が尖っている。 繰り返す下痢のため栄養がつかないから今はかなり痩せていてその寝顔は熱で発泄しているにもかかわらずまるで老人のように見えた佳代は夫の後から来てその脇に座ると「あなた」とささやいた「よく眠っている」と喜兵衛が言った「お薬をどういたしますか?」「薬だって?」 と彼は振り返ったまだ取りにやらないのかですからお金をお願い申しましたが今急に言われても困るよいただけないのでしょうか貴兵は妻の顔を見て困るねと言い立ち上がって自分の居間へ去った机の前に座り安灯の火を明るくして日おけの火に炭をついていると が来て座っ喜兵は目を向けなかったがそれでも妻の顔が青ざめてこわばり唇の歪んでいるのが見えるようであった「家計はどこでも予算通りには行かないものである」と佳代は言った「ことに松之助が弱くて半年と医者の手を離れたことがないのだからそれだけでも余計な出費があると思ってくれなければならない」。が滞って、 薬も取りにやれないようではあまりに悲しいことだ。とカヨは言った。騎兵は吐息をつき、机の上へ写本の支度を広げた。彼はもう二年余りも古書を筆写して束縛の賃金を稼いでいるが、それもカヨにとっては外分が悪いと言って不満の種であった。家計は予算通りにはいかないだろう。 と紀平は静かに言った。しかし松之助のことがあるから急の場合の用意をしておくように言ってあるし贈用もこの前は余分に渡したはずだ。私帯を買いましたそれは申し上げましたわ帯を買ったって確かに申し上げたはずですお忘れになったのですわ」と加代は言った。 11月には実家の父の3年で法事に参らなければなりません親類演者がみんな集まるんですからせめて帯くらい慎重しなければ私恥ずかしくて出られやしませんわ喜兵衛は硯の蓋を開けた喜兵はくたびれたような気分で墨を吸った 彼は「無論帯を買う買わないは問題ではない」「薬令を持たせなければ薬を取りにやれない」とか「古い衣装では恥ずかしくて法事にも出られない」などという妻の考え方が「藤池とは六かが違うのだから」といくら言い聞かせても改まる様子がないそれが常に騎兵を悩ませ重荷になっているのである。 騎兵は墨を置いて「分かった」と言い「では私が行ってこよう」と立ち上がった「どこへいらっしゃるんですか?」「もちろん医者へだ」「うちには下男がおりますわ」「しかし金を持たせなければやれないんだろ」う、と騎兵が言った。 それなら私が取りに行くよりしようがないじゃないか。あなたはと佳代は声を震わせた。私に当てつけをなさるんですね。私がそんなことをする人間かどうか分かっているはずじゃないか。と彼は穏やかに言った。医者の払いは年に2回と決まっている。氏家は町医者だからというが。 町医者だだってかかりつけににななれればば同じことなんだ無論手元に金ががあれば払う方がいいさしかし金がないのに無理をして払うことはないしそういう見栄はもう捨てなければ困るよ私のすることが見栄であなたのなさることは見栄ではないのでしょうか私のすることと彼は妻を見た知らないと思っていらっしゃるんですね とは言った裏の木戸の箱もそうですけれど家計の方は詰めるだけお詰めになって他人にはいくらでもお金を用立てていらっしゃるたった一人の子供の役礼にも不自由しながら人人頼まれればいくらでもお金の都合をしておあげになるそれは見えではないのでしょうか喜兵衛は悲しげに首を振りそこへ膝をついて妻の手を取った。 そして妻の手を優しくなでながら「その話はまたのことにしよう」と言った「お前は疲れて気が立っているんだ」と喜兵衛はなだめるように言った「今夜は稲に代わらせて寝る方がいい薬を取ってきたら私が松之助に飲ませてやるよあなたは少しも」と佳代は涙声で言った「あなたは 私の申し上げることを少しも真面目に聞いてはくださいませんのね。もういい。おやすみ。と彼は静かに妻の手をなでた。私は薬を取ってくる。お前はもう寝る方がいいよ。医者へは余兵をやりますわ。私が行ってこよう。その方が早いからね。と彼は立ち上がった。 見栄などと言って悪かった謝るよかよは目を抑えながら微笑し貴兵も微笑を返してそして部屋を出て行った松之助の熱は朝になると収まったそれから五六日のちのことであったが夜の九時過ぎに 裏の木戸で妙なこことが起こったその年初めての冷える晩で写本をしていた喜兵衛が日よけへ墨を継ぎ足していると裏木戸の悪かすかな音がした喜兵衛は手を止めて耳をすました「返しに来たのか仮にか」そこへ銭を借りに来る者は大抵は黙ってお辞儀をしてゆくだけであるが返しに来た者はは 必ず低い声で礼を述べる。この部屋の火の移っている窓に向かってささやくような声で礼を言うのが時にはかなりはっきり聞こえるのであった「仮に来たのだな」騎兵は眉を潜めた「必要だけ箱にあってくれればいいが」そう思っていると不意に人の争う声が起こった。裏戸のあたりで 荒々しく揉み合う気配と平手打ちの高い音と「貴様恥を知れ!」という声が聞こえた騎兵は驚いて机の前を立ち窓の障子を開けた「誰だ?」と彼は呼びかけた「どうしたんだ何事だ?」返事はなかった誰かの逃げてゆく足音がしすぐに誰かが軌道を閉めてコトッと酸を入れる音がした どうしたんだと喜兵衛はつぶやいた何があったのだろうしばらく様子をうかがっていたがもう何も聞こえないし人のいる気配もないので喜兵衛は小銃を閉め机の前へ戻った11月になって間もないある日常駐の役所で事務を取っていると 細島殿がお呼びですと言ってきた。細島早内は寄り合いで馬回り支配を兼ねている平城は寄り合い役の部屋にいるので騎兵はすぐにそっちへ行ったそこには細島早内だけでなく脇屋御左衛門藤井三郎兵衛そして二牛久之助がいた表向きの話ではないが少し尋ねたいことがあって。 と内が言った「御用中だから簡単に言うが底本が隠れて金貸しめいたことをしている」という訴え文が目安箱の中に投げ入れてあった十数通も入れてあったので念のために事実かどうかを聞きたいのだが喜兵衛は事実無根であると答えた左内は藤井三郎兵衛に振り向いた。 兵衛は無表情に騎兵衛を見つめながら「それだけでは判然としない」と言った騎兵衛は戸惑ったような目で三郎兵衛を見たこの妻の長兄にあたる人物は潔癖と堅くななことで親族中に知られていた「私は底本と妹の縁でつながっているからこういう忌まわしい問題は明白にしておきたいのだ」 と三郎兵衛は言った訴えみは十数数に及んでいるしただ事実無根というばかりでは納得が行きかねる何か思い当たるようなことがあるのではないか喜兵衛は目をつむった「裏木戸のことだろうか」そうかもしれない金貸しめいたことといえば意味は違うけれども その他に思いい当たることはないだがもしもそうだとすると話すことはできない絶対に話してはならないと喜兵は思った「いや」と喜兵は首を振った「私には思い当たるようなことはありません」「確かにか」と三郎兵衛が言った。 余計な差し出口かもしれないがと二牛久之助が言った高林にはそういう中傷の種になるようなことが一つあるはずだ喜兵衛は久之助を見た他の三人も久之助に振り向き後の言葉を待った久之助はさりげない顔で静かに喜兵衛を眺めていた「私から言おうか」と久之助が言った 裏の木戸のこと喜兵衛は「あと口を開けた「待ってくれ」というように手を挙げて静止しようとしたがその手は膝から二寸ほど上がったばかりで久之助はもう言葉を続けていた「私から言いましょう」と久之助は三人に向かって言った。 高林の家の裏木戸の内側に金の入っている箱がかけてある金額は知らないが大した額ではないでしょうその木戸はいつも開いているし誘迫しているものは誰でも入っていって箱の中から星だけ持っていくことができるそして返す時も同様に黙って木戸を入ってその箱の中へ戻しておけばよい これはかなり長い期間ずっと続けてきたらしいし訴えぶみはこのことを指すのだと思われますそれは事実かと三郎兵衛が鋭く騎兵を睨んだ今二牛殿の言われたことは事実か貴兵衛は弁明しようとして義兄を見たすると三郎兵衛の顔が急に赤くなり片膝を進めながらそれが事実とすれば 金貸しめいたことではなく金貸しそのものではないかと畳みかけた「それは違います」と久之助が遮ったそれは藤井殿のお考え違いですしかし現に今底本が「まあお聞きください」と久之助はゆっくり言った「金貸しというものは人に金を貸して利を稼ぐものでしょう高林は利息などは取りません 旧迫したものが必要なだけ持って行き、返せる時が来たら返せばよい。借りるのも返すのも自由だし、返せなければ返さなくともよい。誰がどれだけ借りたか、誰が返し、誰が返さないかもわからない。高林はただその箱を調べて、金があればよし、なくなっていれば補給するだけです。これがいささかでも金貸しに似ているというなら、 私がご意見を承りましょう細島ないは脇屋ご左衛門を見たご左衛門は藤井三郎兵衛を見それから騎兵衛に向かってそれに相違ないかと念をした騎兵は当惑したように目を伏せながら相違ないと答えたどうしてだとご左衛門は聞いたどういう事情でそんなことを始めたのだ 「それは、はと、貴兵は低い声で言った。その日の職人も窮している者たちに一時のしのぎでもつけばよいと思いましたので「精進の思案だ」と三郎兵衛が言った「それは人に恵むように見えるがかえって人を生らにする」「貧窮してもそんな風に手軽にしのぎがつくとなれば」 「そうでなくても怠けたがる下人たちは苦労して働くという精神を失うに違いない」「十人が十人とは言わない」「十人のうち一人でも二人でもそういう人間の出ることは確かだと思う」「それに」と五左衛門が言った「返してもよし返さなくともよしとなると借りたまま口を拭っているというずるい気持ちを養う危険も考えられる」 これについてどう思う思か、と三郎兵衛は紀平に言った「そういう安易な恵みが逆に害悪となるという点を考えたことがあるか」「騎兵衛はしばらく黙っていたがやがてそういうことは考えなかった」と答えた三郎兵衛はサナ内の顔を見たサナ内は咳をし膝の上で扇子をパチッと鳴らし それから三郎兵衛に向かって「どうぞ」というようにうなずいてみせたそれでは寄り合い役の意見を述べる三郎兵衛は改まった調子で言ったいずれお沙汰があるまで直ちにその軌道を閉めその箱を取り払っておくがよい騎兵衛は静かに「いや」と言って目を上げて三郎兵衛を見た。 それは、お受けができません。何不承知だというのかお受けすることはできません。と、騎兵は穏やかに言った。箱の中のわずかな銭を頼みにする者が一人でもある限り、私はその箱をかけ、木戸を開けておきます。寄り合い役の申し付けでもかそれは、 と紀平は口ごもったが頭を垂れながらつぶやくように言った「いや私にはお受けはできません」「三郎兵衛が目を怒らせ何か怒鳴り出そうとした時「まあしばらく」と久之助が静かに言った「これはそう簡単な問題ではない」と久之助は続けた。 寮内に休眠があれば藩で休日の方を講ずるのが当然で高林はそれを独力でやってきたわけですしたがって廃止を命ずる前にその実際の状態と何者が目安箱へ訴え踏みを入れたかということを調べるべきだと思いますがいかがでしょうか他の三人は顔を見かわした「久之助は寄り合い役肝入りだから三郎兵衛も不満そうではあったが」。 あえて反対はしなかった「ではまた沙汰があろう」と久之助は喜兵衛に目配せをした「今日はこれで下がられるがよい御用中ご苦労であった」喜兵衛は感謝の目で久之助を見それから会釈をして立ち上がったその日下城の太鼓が鳴ってから 貴兵の役部屋へ久之助が来た。彼は他の者が帰るのを待って「頑張ったな」と微笑した「お受けはできない」と二度まで言い切ったのはさすがだしかしあの箱を頼みにする者がいるということをなぜもっとはっきり言わなかったのかと久之助は聞いたしかしそれを言ったところで。 貴兵は悲ししげに微笑した。「あの人たちにはわからないだろうからね自分で現実に飢えた経験がなければ飢えがいかにつらいかということはわからないものだだが高林にはわかるんだろあの人たちは言ったね」と喜兵衛は嘆くような口ぶりで続けた。 そんなふうに手軽にしのぎがつくとなれば苦労して働く精神が失われる金を借りたまま口をぬぐうようなずるい気持ちを養うってあの人たちは知らないんだ知ろうともしないんだ下人どもは怠けたがるものだってはあ」と彼は悲しげに首を振った 貧しい人々がどんなふうに生き、どんなことを考えているか、貧窮とはどんなものか、あの人たちは全く知ってはいないんだよ。だが、高林は知っているじゃないか。もう、十五年近くたっているが、と、騎兵は低い声で続けた。任牛などはもちろん知らないだろう。 うちに出入りの吉兵衛という桶屋がいたが貧窮のあまり妻子三人を殺して自分も自殺したということがあったその話は覚えていると久之助が言った桶屋の吉兵衛は俺の家へも出入りしていた確か可愛い娘がいたと思うおという名だった名は知らないが 十三子になる器量のいい子だった「うん、そうだ」と彼はうなずいた父親が足をどうかしたと言ってその娘が桶を取りに来たり届けに来たりしたようだ喜兵は「うん」とうなずいて遠くを見るような目つきでじっと襖の一点を見守った久之助は「そうか」 という表情をし貴兵はその娘が好きだったのかと心の中で問いかけた私は吉兵衛の家へ行ってみたと貴兵はやがて言葉を継いだ父には隠して橋梁を届けるように母から言われたんだ そして事情を聞いたんだが吉兵衛が足をくじいてから不運続きで釈材や不義理が重なった結果どうにもならなくなって一家で自殺したという話だった騎兵衛にその話をしたのは家の差配をしている老人だったが吉兵衛は正直で気の弱い誠に好人物であったと言いい子煩悩だから 娘を茶屋暴行に出す気もなかったのだろう。ちょっと相談してくれれば少しくらいの金は都合してやったものをなどと言った「その晩か次の晩だった」と喜兵は続けて言った父のところへ客があってその話が出た客はよく覚えているが藤井兄弟の父の図書殿だった。 二人はへの一家自殺を表して、銀の一両か二両あれば死なずとも済んだであろうそのくらいの金なら誰に頼んでも都合ができたであろうにバカなことをする人間もあったものだ二人はそう言った誇張ではないほとんどこの通りに行ったのだ。 私はその時を思った」と喜兵は少し間を置いて言った「差配の老人もそう言い父や図書殿も同じように言う」だが「果たしてそうだろうか」「銀の一両や二両と言うけれどもそれは吉兵衛一家が死んだあとだからでもし生きているうち仮に行ったらどうだ快く貸すものがあるだろうか」 私には分かっている。彼らはおそらく貸しはしない少なくともそういうことを言う人間は決して貸しはしないんだ久之助は同意するようにうなずいた「喜兵衛はその時裏の喜怒のことを思いついた」と言った「悲しいことに人間は貧乏であればあるほど金銭に対して潔癖になる」 しかし顔も見られず証文や利息もなしに急場をしのぐことができたら彼らも多分利用しに来るだろう騎兵はそう考えたのであった「実際に箱をかけたのは父が死んで家督相続をしてからだ」と彼は続けた。 はじめ吉兵衛の差配だった老人に相談をして小金町と山吹町の裏棚の人たちだけに限りよほど困った場合にはと言って知らせた半年くらいは誰も来なかったがやがて来るようになった差配の老人は返すようなものはないだろうと言った藤井や脇屋殿も言ったように 借りるものはあっても返すものはないだろうって確かに2年ばかりの間は箱は空になることの方が多かったしその補給にはかなり苦労をした「読めようと思ったことはないんだな」「うーん」と喜兵衛はうなずいたそう思ったこともある随分 苦しい時があったからね。しかし、そういう時にはいつも吉兵衛の小さい娘のことを思い出したあの直という娘のことをあの直がどんな気持ちで死んだかということをね久之助は目をそらしながら「それほどあの娘が好きだったんだな」と心の中でガテした。 騎兵はそれがいつも自分を支えてくれたと言った死んだ娘のことを考えれば彼の苦労などはさしたることはない続けられるだけ続けようといつも思い返したそのうちに返すものが出始めたと騎兵は言った箱が空になる時より 余っっている時の方が多くなった。しかも時によると元金より多く入っていることさえあるんだ「高林が勝ったんだ」と久之助は顔を背けながら言った「貧しい者ほど金銭に潔癖だ」という喜兵の信頼が勝ったんだ喜兵衛は急に息を潜めて久之助を見た「背けている久之助の横顔を」 じっっと見守てていてそれから「ああ」と声を上げた「そうか」と喜兵衛は言った二牛も入れていてくれたんだな「おいよしてくれ」いやダメだ裏木戸のことを知っているのは小金町と山吹町界隈の者たちだけだそれを二牛はさっきの席で言い出したし「そうかそうだ」 思い出したよ」と喜兵衛は言った先月中旬のある夜裏の木戸で人を殴る音がし恥を知れという声が聞こえたその時は気がつかなかったが今は思い出すことができるあれは人牛の声だった「重四郎のやつが来たんだ」と久野助は照れたように言った重四郎のやつが来て 箱の中から掴み出そうとしたんだ二牛は金を入れに来ていたんだな俺はカッとなったと久之助は言ったどうして木戸のことを知ったかはわからないが彼などに一文だって手をつけさせたくなかったからな思わず捕まえて平手打ちをくれてやったんだよ喜兵衛はうつむいて「ありがとう」とささやくように だいぶ長話をしてしまった」と久之助は立ち上がった「よかったら一緒に帰ろうかね」喜兵衛は机の上を片付けながら「寄り合い役の意見はどうなるだろう」と聞いた「大丈夫だ俺が引き受けるよ」と久之助が言った目安箱へ訴状を入れた人間もおよそ見当がついてるんだ見当がついているって うん、と久之助はうなずいた小金町あたりの連中に日金を貸しているやつの仕事さやつらは貧乏人のき地を吸って越えるんだから裏の木戸は大敵なんだへえと喜兵衛は目を見張った二雄はいろいろなことを知っているんだなそうでもないさ実を言うと町奉行の意見を聞いたんだ 久之助は苦笑した。難しいものだ、と貴兵は吐息をついて言った。こういうことでさえも、どこかへ迷惑を及ぼさずにはいないんだな。久之助は、帰ろう、と言った。数日のうちに藤井で法事があった。 亡くなった図書の三年記でかよは松之助を連れて寺へ行き喜兵衛は下城してから藤井の家へ行って昇降したその時三郎兵衛が喜怒のことは構いなしになるようだと告げたがあまり機嫌のいい顔ではなかった佳代は松之助を夜風に当てたくないと言って日の暮れる前に帰り喜兵衛は残って二十人ばかり集まった親類縁者たちと 聖人の接待を受けてから自許したまだ酔いの口だったがもう下でも降りたかと思われるほど寒くやや強い風が北から吹きつけていた友の提灯の光を踏みながら倉町の辻へかかろうとすると不意に横の方から藤井重四郎が出てきて呼び止めた「すまないが」と重四郎は友の方へ手を振っていった内密で話したいことがあるんだが。 家へ行きましょう。いやと彼は首を振った急ぐんだ非常に急ぐんです貴兵は友の者から提灯を受け取って先へ帰れと命じた <noise> 二人きりになると重四郎は咳き込んで金を五両ほど都合してくれと言った <noise> 騙されて爆縛へつるこまれた。 と十四郎は震えながら言った。もちろんイカサマ博打で五十両という借りができた半月ばかり伸ばしてもらっていたんだが今夜限り待てないと言ってきた彼らは今匠町の神明の境内で待っている時刻までに来なければ屋敷行って兄に談判するというんだそれでと喜兵衛は聞いた五両の金でどうするんです俺は。 私はは逃げる、と十四郎は言った。彼の荒い息が寒さのために白く凍ったとても五十両などという金は作れないし博打の貸しは殺しても取るというからもう逃げる他に手立てはないんだ相手は神明の境内にいるんですね頼むこれは最後だからいや私が行って話してみましょうと喜兵衛は言った。 バクチバのしきたりがどんなものかは知らないが事情を話せば何とか方法があるでしょう「ダメだそりゃもうダメなんだ!と」と重四郎はほとんど泣くように言った「相手は見るとくといって教場持ちのバクトだしこれまで伸ばしたのを騙したといって怒っているんだからとにかく話すだけ話してみましょう」と喜兵衛は歩き出した相手がそういう人間なら 逃げたところで必ず探し出されるでしょうこんな時には当たって砕けろというじゃありませんか貴兵は道を引き返して大手筋を横切っていった十四郎はなおそれは無駄だ彼らは話など聞きはしないと繰り返しながらそれでも貴兵の後からついてきたおそらく嘘だろう五稜という金を借りるために そんな話をこしらえたた。のだろう、と紀平は思ったしかし匠町にかかると重四郎は急に黙って騎兵の陰に隠れるようにして歩いた新明社は武家町の端に近く境内はさして広くないが古い杉林があり石の玉垣のすぐ内側に大きな池があった騎兵は鳥居のところで「ここですね」。 と十四郎に念をした。十四郎はうなずいた彼の震えているのが喜兵によく分かった喜兵は鳥居をくぐっていった「ミルトクの人はいますか?」と喜兵は呼びかけた藤井十四郎のことで話したいのだがすると右手の杉の木陰から「やっちまえ!」。 という声と共に45人の男が飛び出してきて一人がいきなり騎兵に体当たりをくれた脇腹へ火を当てられたように感じ喜兵衛は「うん,ん,ん」と言ったち人が跳ね飛んで地面へ落ちて燃え上がり喜兵衛は手で脇腹を押さえながらくたくたと膝をついた「待て」と喜兵衛は喉で言った「待て話がある」その時「行けねえ こいつは大変だ、という声がした。高林の旦那だ。大変なことをした。誰か医者へ行ってくれ。そう叫ぶのを聞いたまま、貴兵は気を失ってしまった。医者が来て手当てをされたとき、痛みのために我に帰った。そこには十四郎と見知らぬ若者が二人いて、まだ十七八と見えたその一人が震えながら、とんでもないことをした。 とんでもないことをしちゃった」と連れの男にささやいていた「俺の姉さんが旦那のご恩になったんだおふくろの病気が治ったのも旦那のおかげなんだ暗くてわからなかったしまさか旦那が来ようとは思わなかったんだもういいくどいことはよせ」と連れの若者が言った「この若者の姉とは誰だろう?」 貴兵は手当てをされる痛みの中でぼんやりと思った重四郎は真っ青にこわばった顔で医者の手元を見守っていたがやがて喜兵の方へ振り向き「勘弁してくれ」と低い声で言った「すまなかった高林勘弁してくれ」喜兵は目でうなずいたそれでも彼は逃げなかった 俺を置いて逃げるほど彼も卑怯ではなかったんだなと喜兵は思った「分かっているよ」と喜兵は喉で言った「物のはずみだったのさ心配することはない」「多分これであの話もうまくいくだろう私は大丈夫だからもう」 うちへ帰る方がいいよ。十四郎は泣き出した。十四郎の目から涙のこぼれ落ちるのを貴兵は見た。まもなく他の二人の若者が貴兵を運ぶための戸板を持って走ってきた。もう帰ってください。と貴兵が十四郎に言った。今夜のことは私がうまくやります。 どんなことがあっても、決して多言しないように頼みますよ。雪の降る夜の十時頃、五十年配の老人が一人、頭から破れがっぱをかぶって、倉町の裏道を歩いてくる。彼は口の中で、たいずぶつぶつつぶやいている。 ダメかな、ダメだろうな」などと言う「風がないので雪はまっすぐに降り老人の周りだけでくるくると舞う」「老人はブルブルと震え旦那は怪我をなすったそうだからな」と彼はつぶやく「怪我をして半月も寝ておいでだと言うからな」 そっと首を振りそれでも歩き続けながら「きっとダメだろう無駄足だろうな」とつぶやいた老人は笠木衛のところで立ち止まり雪明かりで木戸を探し当てた彼はそこでためらったその家の主人は半月ほど前に怪我をした刀の手入れをしていて 誤って自分でどこかを傷つけたという噂を聞いていたのである老人はため息をつき救いを求めるように辺りを眺め回したそれから不決断に木戸へ近寄り恐る恐る山へ手をかけたその手は見えるほどおののいていたが山はことっと動き木戸はかすかにきしみながら開いた 木戸が開くと積もっていた雪が落ち向こうに火の移っている窓の障子が見えた老人はその窓に向かって低く見たびお辞儀をした「旦那」と老人はささやいた「また拝借に上がりました」「どうぞ」 お願い申します したか。それではまた次回お楽しみに。